緩衝材とクッション材シールの使用方法についてです。緩衝材は MSP ピックアップと楽器の間に挟んで使用します。音質を変化させたり、絹ずれやタッチノイズを軽減させる効果、パーカッションへの使用時には画面のミュートや瞬間的なピーク音の軽減が期待できます。特徴的な効果としては、フェルトシートは音が丸くなり、穴あきゴム板は音がすっきりする傾向があります。パーカッションへは特に穴あきゴム板の使用がおすすめです。また穴あきゴム板は若干の局面に MSP ピックアップを対応させる際にもご活用ください。クッション材シールはポジショニング磁石の楽器と接する面、 MSP と引き合う面に貼って使用します。色のついた丸い印のある面が MSP と引き合う面です。音をすっきりさせる効果や、強い振動のあるサウンドボードへの密着度を上げたり、若干の局面への取り付けの際に磁石のガタつきを軽減する効果が期待できます。緩衝材やクッション材シールの使用による効果は、緩衝材の種類だけでなく楽器や取り付け位置によっても差があります。また使わない方が気に入った音を得られることもあります。ぜひご自身の楽器でお試しください。